僕の暗示にかからないようにしてください。あとはですからバックバーで、はい、調整すると、あとはこんなもんでやっぱり問題ないんですか。もうできたらね、はい、でも18にしてもどれにしても一緒でしょ。結果残るのは似てるもんですね。似てるですよ。だったら小さい方がいいです。だから出るんですよね、小さい方が。それはもう本当はね、それ見てもらうと分かるんで、こうやるとね、ここの先が白くなるでしょ。その一番先のこの、意味わかります？この部分、ちょっと見てください。この部分。はい、ちょっと白くなってるでしょ、はい。それが中に入るといいですよね。ああ、そうですね、うん、やっぱり。それが中に入るぐらい、うん、当てられると、ね、はい、なんかその唇の人で問題なくいけそうに気もするんですけどね、はい、ただ無理して音が出なくなるならもう今のままで徐々にこう上にして、うん、そう、その形だとちょうどほら普通の人が、はい、あのね、うん、いけそうな気がするけど、うん、先生の写真見て、うん、こう鏡ながらやってたんですけども、いけそうですよね、ちょっと絵だけでいくと、はい、でも唇の構造とかありますから、はい、一概にその理想通りにはいかないですよね、はい、うん、まあ、ですからそれはそういうことにして、はい、うん、徐々に出なくなったらつまんないですからね。それでただ単にスロードがドバンと大きくなっただけですね。あ、はい、25ですから 3.、はい、3. いくつだ、 3.7 78か、だから 0.02mm 大きくなっただけだ、うん、だけだってかなりだけどね、うん、5ポイント25だから、はい、28、25、26、3ポイント大きくなった、うん、もしかすると高い音がきつくなるかもわかんないですよね、スロート君、かなり息は入りやすくなってる感じに、さっきのミスティなんかは、はい、うん、楽になるでしょ、そういう気楽になる。ちょっと途中で吹いてみて、はい、うん、だからまあこの11をちょっと操作するといいですよね、はい、明るくなっちゃうね明るくなっちゃうんだよねその辺が息がヒャッといかないんだよね、はい、うん、なんか1回25吹いて、ただ25で普通の曲がどんどん、さっきの F マイナー、はい、G マイナーの曲なんかどうですか、あれなんか吹かないんですか、インザムードなんて。インザムードはやっぱりきつくてですね。そうですか、ちょっとやってみて、最後のタラララタタタタタタラララタタタ、
すみません、楽譜も思い出せないので、半音でどん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 上に最後のエンディングのところで。このところだ。バーバラバッパ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 今まで半音だった、はい、ドレラタって一応、違う、はい、ほとんど、だいたいね、はい、できますからね。逆にね、唇を今度寄せていくんですよ。ギューって、真ん中に。押す、こういう感じから押して上下にも、上下にも引っ張るって感じかな。押して上下に引っ張るって感じか。出そうかなというような勢い。